こんにちは、野中慎介と申します。明けましておめでとうございます。今日はですね、1月の1日、もう元旦ですね。今日元旦なんですけども、早速動画を撮ってます。で、今までですね、このカレーストップという動画を、2018年もずっと撮ってたんですけども、今年から2019年からですね、ガラッと変えていきます。どんな風に変えていくかというと、今まではカレーストップの延長とかでやってました。なんですけども、カレーストップの延長ではなくて、どちらかというと、カレーストップっていうのはもともとは、健康だったりとか予防だったりとかっていうところから、自分自身のですね、カレー、予防ですよね、若々しく居続けようっていう、位置づけとして、ずっとお伝えをしてきたんですね。ツイッターでですね、最近ですね、ちょっとずつなんですけども、メッセージ、質問箱が増えてきてるんですね。質問箱を設置してるんですけど、その中の質問が結構増えてきてるんです。なので、その質問をね、答えていこうかなというふうに思ってます。で、今までですね、質問箱どんなものがあったかというとですね、正直ね、これなんだこれっていうようなのもあったんですけど、そういうものじゃなくて、ね、それだけじゃなくてですね、やっぱりこう、メンタル的な質問とかっていうのすごく多かったんですね。その中の割合としてはですね。で、ほぼ 100% 返答はしてると思います。90% ぐらいかな、返答はしてるんです。質問もらえばですね。ただ、これちょっと僕答えられないなとかっていうのとか、その質問箱として、ツイッターにあげるのは不適切かなとか思うものに関しては、あげないようにしてます。返答しないようにしてると。でも見てるのは見てるんです。全部ね。なので、そういうのも含めて、今から、どちらかというと、生活習慣とかを変えていくっていうよりも、メンタルとか心とか、そういうところを変えていくっていうよりかは、どちらかというと、そこをケアしていけるようなところを、お伝えできればなというふうに思ってます。で、なんでカレーストップでメンタル、心なのっていうふうなところあるんですけども、カレーストップの中でもね、講座をしてるんですけども、資格認定の講座してるんですけども、その中でもお伝えしてるんですけど、やっぱりね、カレーとか日常生活もすごい大事なんですけど、やっぱストレスとか、心に対するダメージ、精神的なダメージってすごく大きいんですね。それによって、健康をね、害するっていうことも十分ありますし、どんどん若々しくなくなると、若々しい状態じゃないっていう形になってしまうというところで、メンタルがね、傷ついてるとか、精神的に病んでるとか、もしあるんであれば、そこをね、まずケアしていけるような場所としてね、ここの動画を作っていこうかなと思ってます。で、精神的な面も含めてなんですけども、ツイッターに上げてもらった質問箱っていうのは、基本的に匿名で質問ができます。匿名なので、名前わからないですし、もちろん住所も性別もわからないですし、あとは、住所、性別わからないと言いましたね。あと、どんな人かっていうのもわかんないし、詳しいね、いきさつもわかんないです。だから、例えば質問で挙げてもらったことに対して、もしかしたら僕は勘違いというか、ちょっと、場違いというか、なんて言ったらいいですかね。ちょっとずれてるような返答するかもしれないです。なぜかというと、質問もらった上で、きちんとね、すごいきちんと僕は見てから、答えようとは思うんですけども、なんせ背景がわからないっていうところがあるので、今までもらった質問の中も、どんどん質問来るんですけど、じゃあこれはどうなんだろう、こういう状態なんだろうか、こういう状態なんだろうかっていう、いろんな条件とかが、いろいろ思い浮かんで、その中で、一番ベストだろうというような返答はしてるんですね。ツイッターの返事としてですね。なんですけども、特に、ツイッターの中でもらった質問の中で、これは動画として配信したいなっていうことであれば、それをね、メインで作っていこうかなと思ってますんで、どしどしですね、ツイッター、この動画の下の概要欄にも貼っておきますんで、ツイッター、ツイートしていただければなと思ってます。ツイートっていうか質問箱、ツイートっていうかね、質問箱に、質問を投げかけてくれれば、それを見ますし、もちろん動画だけじゃなくて、ツイッターでもらった質問箱は、ツイッターの中で返事をしていきますんで、きちんとね、目を通させていただきます。ただ、ちょっと変な質問来るんですよ。どんな質問来るかな？ほんと変な質問来るんですよね。これ別に僕答えなくて、僕関係なくないっていうようなとか来るんですけど、そういうものに関しては返答しないこともあります。それはご了承いただければなと思ってますんで、よろしくお願いします。
ではね、早速、ツイッターの方見ていこうと思うんですけど、あ、そう、最近の若者に一言お願いしますとかね、まあこれに対しては答えましたけど、まあね、別に若者に対して一言ってね、さっき言った僕がどこのランク、どこの状況かって分かんないっていうのは、若者っていうのがね、分からないわけなんですよ。例えば、僕、今32なんですけど、僕から見て若者って言ったら10代とかなんですよね。20代前半くらいまで若者かなと。ただこの若者に一言お願いしますって、60とか50の人が言われたら、僕みたいなものも若者に入るかもしれないじゃないですか。そうなってくるとね、ちょっとね、ちょっと見当違いな話をしちゃってる可能性もありますけど、まあ、僕の立場で若者に一言っていうような観点で、ね、やってます、こういう時はね。ということで、まあ、こういうのが何個かありました。で、僕の中でこの中でね、まあ、一番こう気になったというか、これ返答してた方がいいのかなとかっていうのがあったので、それは、ね、返答させてもらおうかなと思ってまして、まあ、今回この動画で取り上げようと思っている内容としては、裏垢や捨て垢、まあ、要は、自分の本当のアカウントじゃなくて、偽装しているアカウントですよね。要は、人の悪口を言ったりとか、人を叩いたりするために、自分は誰かっていう、分からないようにして作っているアカウントのことですよね。で、そういう裏垢や捨て垢で、他人を攻撃したり、叩いたりする人たちをどう思いますかっていうふうに、こう、質問をもらってます。まあ、正直なこと言うと、まあ、一番最初に前提としてですよ。前提として、あ、すいません、僕今日風邪若干ひいてるんで、めっちゃ、もともと鼻声なんですけど、鼻声になってますんで、それをご了承ください。捨て垢とかっていうのを、まあ、作ってる。前提としては、まあ、非常に胸くそ悪いですよね。はっきり言ったらね。まあ、でも、それは言っても、最終的にはありがたいなと思うんですよ。僕のために時間割いて叩いてくれてるわけですよね。で、僕は人生の中で一番有限なものって何かっていうと、時間だと思ってるんです。よくお金とか時間って有限ですよねって言うんですけど、人間って 100%、これも本当 100% じゃないですか。100% 死ぬじゃないですか、いつかは。で、まあ、それがね、早い人もいれば遅い方もいると。まあ、そういうふうになってますけど、だからこそ時間っていうのだけは有限なんですよ。その時間を割いてまで変えてくれてるわけですよ。ねえ、もう刻一刻とね、死に近づいていってる、そういう中の一つ、一コマに送るのために変えてくれてるわけですよね。すごいありがたいなと思うんです。ただ胸くそ悪い。ね。ね、矛盾してるじゃんと思うかもしれないんですけど、まあ、行き着くところはね、最終的にありがたいよっていうふうになるんです。じゃあなんでそうなるかっていうところなんですよね。なんでそうなるか。じゃあ、スタートは、本当に僕とかすごい胸くそ悪いです。まあ、他の人はね、悲しいとか、ショックとか、いろいろあると思うんですけど、僕は胸くそ悪いだけなんです。腹立たしいとかね。ただ、腹立たしいとか、悲しいとかっていう気持ちが出てきた後に、その次にね、考えてもらいたい一つのコマがあるんですよ。それ何かっていうと、なんで、私は、そういう気持ちになってんだろうっていう風に捉えてほしいんです。なんで僕はそういう気持ちになってんだろうっていう。だから要は裏垢とか捨て垢とかで叩かれました。僕がね、叩かれた時、めっちゃムカつくと、はぁってなるんですよね。ありえねえと。ありえねえっていう気持ちになんでなってんだろうっていう。そこにね、ちょっと、自分の位置をね、こう、置いてほしいんです。自分の位置をそこに置いてもらうと、ちょっと考える時間ができます。で、自分を分析するきっかけを作ってくれるんですよね、叩かれるっていうことは。だから、それすごくありがたいんですよ。わかります？最初ムカつくんです。ムカつくんだけど、さっき言ったみたいに、なんでこの感情、この気持ちになったのかなっていうところに立ち返ると、最終的にはありがたいなってなってくるんです。面白いでしょ？だから、叩かれました。すぐに、あ、僕のために時間使ってくれてありがとう。とはならないです。そういうふうにはならないんですけども、そうじゃなくて、最後に、まあ、ありがたいなっていうのが出てくるんですよ。多分別に叩かれてもいいのかなとか、人が何て思われてもいいのかなとか。で、まあ、最終的に僕の場合はね、そんなのを見て僕のことを判断する。だから僕と会ってなくて、他の人の評価で僕のことを判断するっていうような、その人と、その判断した人、
あってもないのにも、ね、そういう叩かれた文章だけを見て判断した人っていうのは、大した人間じゃないんで、関わらない方がいいんですよね。そういう人ほど、見た目とか、自分自身のですよ、見た目とか、自分の評価とかっていうのを気にする人なんで、まあめんどくさいわけですよ。ただその人は関わらなくていいわけなんで、あ、じゃあ僕、そもそもそういう人を、まあ、言い方悪いですけど、排除できてるっていうのが分かって、まあ、自分が何もしなくても勝手に排除されていくっていう、まあ、ラッキーなことが起こってるので、まあ、それはそれでいいのかなと思ったりとか。あ、結局最終的にそういう叩かれたことによって、いろいろとね、こう自分自身がいいように転がっていくっていうようなことが実は起こるんですよね。だから、最終的にありがとうになっていくわけです。で、まあ、今回ね、このツイッターでコメントくれた方がどういうふうにこう、どういう意図とかどういう意味でこういう、メッセージを入れてくれたのか、ちょっとわからないんですね。最終的にはわからないんですけども、もうこの言葉だけ、このもらった言葉に対しての返答であれば、これがベストかなと思います。なので、もし言われたら、もし何か叩かれたんだったら、そこに出てきた気持ち、怒り、ショック、悲しみ、憤り、とか、もう虚しさとか、そういう気持ちになんでなったのかなっていうところにね、立ち返ってもらいたいなと思ってます。まあね、今日はちょっと長かったんですけども、こういう感じで話をさせてもらいました。まあ今までは15分って尺を決めてたんですけど、こうやってお返事をしたりとか、もしくはね、今後もしかしたらライブするかもしれないんですけども、また再開するかもしれないんですけど、まあ一時はね、予定はないんですけど、した時は尺が伸びるかもしれないです。尺が伸びるかもしれないんですけども、しっかりとね、どちらかというと皆さんのツイッターでいただいた質問にしっかりと答えていきたいなっていう気持ちがあるんで、まあ、どんどんね、質問を入れていただければなと思います。で、質問の概要欄とかは、下のツイッターとか貼っときますんで、そこに入れてもらって、メッセージを、まあ、メッセージというか質問ですね、書いてもらえれば OK です。匿名なんで、本当に名前もわかんないし、まあね、出身とかどこにいるかもわかんないので、ぜひね、どんどん気軽にメッセージしてください。で、しっかりとね、すごい困った上で質問してくれてるなとか、あ、この人ふざけてるなっていう、そういう分別とか区別の目は僕持ってるつもりなので、信じていただいてメッセージをいただければと思います。まあ、今のところ、ね、今パッと見たら回答率 100% で僕ちゃんと返してるみたいなんで、困ったこととかのメッセージはしっかりと必ず返します。しっかり考えて、しっかりこう状況を汲み取ってね、だから 100% その質問いただいた方の返答になってるかは、わかんないです。ただ、いただいた質問に対してのベストな答えはちゃんと送りますんで、ぜひね、どんどんツイッターに書いていただければなと思います。少しでもね、心の中のこうわだかまりとか、なんか悩みとかっていうのが少しでも晴れればいいかなと、すごい思ってますんで、ぜひそこは、どんどん送ってください。今日はこの辺でですね、毎週水曜日、こういう形で投稿していきますんで、ぜひね、水曜日楽しみに。で、チャンネル登録していただければ、水曜日の、20時にメッセージで、まあ、投稿されましたよっていうのは絶対出てきますんで、それ見ていただければなと思います。じゃあ今日この辺でね、終わりたいと思います。バイバイ。